龍安寺。真田幸村の妻、竹林院。竹林院は、豊臣秀吉の家臣、大谷義継の娘として生まれます。妹、あるいは姪とも言われています。文禄3年、1594年以前に、父、義継が病に伏し、豊臣政権から離脱した頃に、真田幸村の正室として嫁ぎました。当時幸村は真田家の人質として豊臣秀吉のもとにおり、秀吉による政略結婚だったとみられています。父義継は悪僧と呼ばれる難病を患っていました。行政で頭角を現し、秀吉に欠かせない人物となります。31歳で越前鶴ヶ城主5万7千石の大名になります。温厚で寛容な性格から、武行や武将たちに厚く信頼されていました。悪僧は
ハンセン病とされています。大阪で千人斬りと言われる事件があった時、義継が人間の生き血を求めてやったと噂が立ちました。しかし秀吉はそんな噂を無視し、義継への信頼を変えませんでした。関ヶ原の合戦では負け戦と分かっていながら友情により石田三成に加担します。西軍で小早川軍の裏切りを察知して矢面に立ち、壮絶な再起を遂げた悲劇の名将。白頭巾をかぶって顔を隠している姿がとても印象的です。慶長5年1600年、関ヶ原の戦いでは東軍徳川家康が勝ったため、雪村に随行して九度山、和歌山県九度山町に幽閉されます。九度山での生活は厳しかったので、少しでも生活を楽にしようと雪村出身の上田地方にある紡ぎ技術を応用した真田紐を考案したとされます。家臣たちは行商して生計を支えるとともに、各地の情報収集をしました。徳川方の監視は厳しいものでしたが、九度山で子供たちを授かり、家庭的には恵まれていました。慶長19年1614年、大阪冬の陣では夫と共に大阪城内に配慮した屋敷に入ります。慶長20年1615年5月7日大阪夏の陣で雪村が戦死すると、竹林院と子供たちは二手に分かれます。お梅、お金、第八、お勝負は伊達政宗の重臣片倉重長に庇護され、陸奥国白石城に身を寄せます。一方、竹林院とあぐりは大阪城から落ち延びて紀伊に潜伏します。5月19日紀伊の九度山近くで娘あぐりと3人の侍に警護されて隠れていたところを徳川方に発見されました。翌5月20日京都にいた家康に引き渡されます。雪村より預かっていた脇差しと黄金57枚は没収されますが、赦免され剃髪します。石川貞清に嫁いでいた娘お金の保護を受けて、その後は京都で暮らします。雪村は戦死しましたが、竹林院は無事生き続け、雪村の血が続くことを見届けました。慶安2年1649年5月18日京都で静かに天寿を全うしました。墓所は龍安寺の大朱印に夫雪村、子大輔と共にあるらしいですが、非公開となっています。お金が嫁いだ石川貞清が大朱印の檀家だったことから、雪村竹林院のお墓が龍安寺に建てられた説があります。また貞清の娘が雪村の側室になって、密かに雪村の首を大朱印に持ち帰ったとも言われています。第八は徳川幕府の目をくらますため、京都の年中行事石合戦で死んだことにしました。また正行の弟信忠は早くから徳川家の家臣となっていたので、第八は信忠の孫として偽の経歴で生き延びました。
して真田幸村の地は仙台真田氏へと脈々と引き継がれていくのです。